制作の経緯はもともとなんか剣王でヌーロっていう箱でなんか剣王ガラパゴスってやつやったんですけど、俺とヒロクニとエンニチとあと先輩今消えた人たちなんですけど、それとやってて、そっからなぜかなんかこうチャンクとかいろんなやつが近くにいるみたいな感じになって、で声をかけてみて一緒にやらないかってなって、あいつは文化祭みたいなところしかステージやった時なくて、こういう小箱のスタイルから先に教えようみたいな雰囲気で誘ってみたら、めちゃくちゃそれがメンツ的にハマって、そのタイミングでサンスワッグとかも来て、最初はダンスしてもらったんですけど、後々に DJ もやっていくみたいな、そうそうそう、それでフレックスっていう名前になって、まあ要はなんか柔軟な音楽の思考でなんかあんまり固定しないみたいな、ジャンルの壁は常になんかあんまりないパーティーにしたくてみたいな、でなんかフレックスって多分なんかウォーみたいな感じだけど、俺たちがただ柔軟っていう意味でフレックスにしました。こだわりはあんま縛りないだけですね。縛りなしでみんな自由にやれたらいいなみたいな。逆にそれがこだわりです。縛りが本当ない分、なんつうんだろう、みんなもう何でも書けるし、だからなんかただ音楽が好きで集まった集団みたいな感じだから、なんか自然とこう曲もバラバラみたいな、まとまりもないしみたいな、そう、それでみんな上がれるようになったら最高みたいな、常にもう自由が広がればいいみたいな、そう思ってます。